ウィース、ニョークでーす。トーメンテッソウルズ、トゥルーエンド編、行ってみましょう。まあ、見当はついてると思うんですよね、みんな。どこに行けばいいかっていう。あそこ、スルーしてたじゃないですか。入ってはいけないのところ。無限ループ。あそこ。まあ、間違いなく、あそこやと思います。わざわざそこまで戻ってきたんですよ。結構時間かかった。ここに入ってはいけないっていう部屋で、木のドア。なんか、水が入ってたり、木のドアやったり、黄金のドアやったり、鉄のドア。私は新たなる冒険の準備を整えている。ただ、大使あるすべての者たちが貧困から逃れるために探すものを求めて。まあ、貧困から逃れるってなったら、金のドアやと思います。あ、火が一個ついた。正解やったんかな、じゃあ。私は海に落ちた。泳ぎを習ったことはない。水面から1メートル下を潜っている私が望むのはただ一つ。今まで私たちが持っていたものを手に入れることだ。それがなければ私は死ぬだろう。溺れてる人が欲しいもの。木道。あ、木じゃない。木があれば浮くから。木じゃない。あ、消えた。外れやったんや。じゃあ、黄金行って、ついて、キーのドアじゃなかったんか。ここも関係してるんかな。土。空っぽ。木。普段あるもの。持っていたもの。地面。違う。金。じゃあ、木じゃないんか。正解。私はある船乗りに助けられたが、我々は遭難してしまった。夜空に輝く小熊座の星を追いかけたい。え？むず。小熊座が何かわからん。小熊座の星を追いかけたい。夜空に浮かぶ小熊座の星。星。星。わかんねえ。夜空に浮かぶ小熊座の星を、船乗りに助けられたが遭難してしまった。小熊座の星を追いかけるためには、あ、これ方角じゃない？ ONSE。でも小熊座がどこにあるかわからんから、とりあえず N に行ってみましょう、まずは。お、正解やった。ラッキー。金、空気、N。恐ろしい嵐で船は沈んでしまった。我々はもうすぐ完全に水中に沈んでしまう。必死にもがきつつ、私は夢中になって浮かぶものを探した。これ木やろ。木のドアやろ。どう？正解。あと2個？私は一人大海原を漂流している。
カモメが空を飛んでいることを願って水平線を見つめる。むずいね。水平線が光る朝に。カモメが飛んでいることを願って、水平線を見つめる。カモメが飛んでいる方向は陸があるから、これじゃない、土じゃない。どうだ。ほらね。あ、これね、攻略見てないですよ。私は無人島で目が覚めた。夜が迫っていたが、夜の帳が降りて寒さが露骨に染みる前にやるべきことがある。キャンプファイヤーでしょ。ほらね、来た来た。え、終わりじゃないんか。何日かが経過したが、水平線に船が見えることはなかった。私はここで死ぬ、そう確信している。永遠に目を閉じる前にもう一度水平線に沈む太陽を眺めたい。西、太陽を眺める。西ってどっち。ちょっとこれは調べさせて。はい、西の英語を調べてました。ウエスト。え、違うやん。え、上、NOSE って何。調べます。なるほど、 O がウエストっぽい。頼むぞ。お、いった、クリア。あれは、わしは一周クリアしとるんや。これがあんまり使わへんことはもう知っとる。でもこっちにはバレてない。初めて見たかも、リロード。おらよ、おらよ。ほい、よし、当然の勝利でしょう。倉庫 3B。 え？え？センシティブ、センシティブ。え？何これ、青い液体が入った注射器。これはでも取ってなかったな。あ、やった、たんま。回復は回復。ティスムイト族に関する報告書。ティスムイトは15世紀後半にカナダ西部の島々で発見された先住民族である。主に魚を取って生活している。中でも驚くべきは、当時の他の先住民部族と異なり、ティスムイトはマヤやアステカ部族と似た生贄を捧げる儀式を行っていたことだ。これジョン・カボットが送り込んだ最初の探検隊の話では、先住民は双子を人身釘にしていたという。
伝説によれば生まれ変わって世界に二元論を取り戻すとされる地下の神に双子の血液を捧げるためとのこと。ないやん。これだけ？あ、あった。バートラム・ワイルドバーガーの日記。双子は8歳になった。元気に館内を走り回っている。患者や病院関係者、あの子らに少々甘すぎる。信者は焦りをあらわにしてきた。もう孫たちを人身釘にすべきだ時だと彼らは言い張る。今までは儀式の日程を示して彼らを眺めてこられたんだが、今日アンナとエマが私に手作りのスリッパをプレゼントしてくれた。アンナとエマが片方ずつ作ったようだ。左右のサイズが違うのはそのせいだろう。それでもとても履き心地がいい。人身釘の日が迫っている。眠れない。あー、子供のことを好きになってしまったんだね。これだけか。まあでもこれでクリアに大事なパーツが揃ったんではないでしょうか。これ青い液体が入った注射器。戻れるん？あ、戻れた。じゃあ一回セーブをしまして、最終ステージまで進んでいきたいと思います。バルキャップ2個？2個ってどういうこと？1個足りひんやん。おらよ。これでいいか。1周目の世界をすでにクリアした我に敗北はない。おーおーおー、危ねえ。くれよ。こうしてファイヤー。ほい、痛い。ほい、じゃあ戻りましょうか。おう、うん、避けた避けた避けた。断言断言、ここで死ぬわけにはいかない。はい、排水完了。もうすぐでラストバトルかな。どうせやったらノーダメクリアとかやってみたいよね。結構むずそうやったけど、ボスの攻撃がね、わかんないからめちゃくちゃ遠近感つかみにくくって。ああ、ここね。No. What? はい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 。Hi. 防護服4体と戦う。余裕だぜ。え？カウちゃん。でるるるるるるるん。親切に回復も弾も置いてくれてるから、ここは。で、こいつはずっとマリアマリア言ってたけど、双子の片割れっていうことが分かったよね。こいつにもうこれしかないんよな。青い液体が入った注射、こいつに使うしかない。お、
うお、やばい、モザイクや。タゴ、死んだ？めちゃめちゃ撃ったもんな、ショットガンで。あ？これ。お。ごめんなさいアンナ、何年間もあなたはここに閉じ込められていた。だけどようやく休める時が来た。私が終わらせる。ノアがもうこれ以上人を傷つけないように約束する。死んじゃったんや。古いボルトカッター。あれ？曲消えた。ああ、戻った。で、ラスボスやけど、もうでも戻られへんし、これいつ使うんやろ。錆びてるけど使えそう。ああ、セーブね。ラスバス、ラストバトルか。行くぜ。行くぜノア。お、開いた。急に音でかい。絶対当たる。なんか音でかい、急に。閉じてる。絶対食らうやん。コンコン。あおう。マジ？最後が一番手間取ってるっていう。スコンスコンスコン。はい、ゲームセット。で、最後このペンチ、ボルトカッターを、どこで使うのか。もうでも、最後は一直線やし、使うとこなさそうやけどな。まあ、グッドエンドってことは、双子の片割れを生還させるんやろうけども、あいつを生還させる。でももう死んでるから、過去編に行ってなんかをするってことやから、ってなってくると、牢屋かな？牢屋で、酸を使って、溶かしてたのを、ボルトカッターで切って、
即時脱出にさせるっていう感じかな。そもそもだって行けるようになってるかわからんから、あー迷った、とりあえず会議室に行けるか試してみます。どれやったっけ、実験室か。ほんほん、戻ってきてくれた。日記の内容も変わるんかな。さすがにそれはないか。あなたを信じていいのかもうわからないわ。I don't want to talk to you anymore. かわいい。任せろ。ほら。Anna, I came back for you. アンナ、本当に鎖を切ってくれた。出してあげると言ったでしょ。これから安全な時代に戻って脱出するのよ。安全な時代、つまり安全な場所。よくわからないわ。それにママを探さないと。お母さんを探したい気持ちはわかるわ。でもすぐにここから逃げないと男たちが戻ってくるわよ。私たちには戦う手段がないの。町に行って助けを求めましょう。そうすればお母さんもきっと助けられるわ。ママのために戻ってくると約束してくれる？約束するわ。だから私を信じて。わかった。お、え、連れてこれるの？やばいってそれは。時代が。おお。大人になってるってことはないんや。日記みたいけどな。あ、でも書いてないんか、そもそも日記をもう。サンが聞いた。あ、変わってないな。ここで何があったの？何もかも違うわ。メインホールもどこかわからない。一体何が起きてるの？うまく説明できないけど、私の居場所はここではない気がするの。確か。後で説明するわ。今はここから出ることが先よ。あなたを信用します。他人行儀にしなくていいのよ。キャロラインと呼んで。はい、キャロラインさん。じゃなくて、キャロライン。その調子。何が起こってるかわからないと思うけど、後で説明するわ。わかったわ。え？まだ続くん？目怖っ。これで？あいつはもう出てこんけど。おお。おお。アンナ、私が間違った行動をしたって分かってる。真実を知った時、私のことを許してほしい、アンナ。曲が、おー、エンディング姉妹、8時間29分。おー、はい、ということで今回はトーメンテッドソウルズをプレイしました。かなり謎解きがね、ぶっつけ本番っていうか、なかなか前知識なしには難しかったよね。特に最初の3周回る、あれはマジでわからん。慣れたらなんか傾向が分かってきて、最後の無限ループの部屋も意外と簡単に突破できたなーっ
とは思います。ドッキリ要素もありながら、昔ながらのバイオとかサイレントヒルみたいな独特の面白さもあるんで、皆さんももしよろしければ手に取ってお試しください。そんなに高くもないんでね、2000円ぐらいやったような気がします。あと動画では見れてないですけど、あのモザイクシーン、かなりショッキングなシーン、エロ&グロになっておりますので、ぜひ自分の目で確かめてみてください。じゃあ今回はトゥルーエンド編ということなので、この辺で終了したいと思います。もしよろしければチャンネル登録等よろしくお願いしますね。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。